坂田敏夫10月7日隊は、日本のお笑い芸人。漫才コンビ、コメディナンバーワンの元メンバー。本名、知人敏夫。通称、アホの坂田。後輩芸人や年下の著名人や、一般人などからは坂田師匠と呼ばれている。大阪府大阪市港区田中一丁目出身。吉本工業所属。独身。この花商業高等学校卒業。 漫才コンビ時代にリリースした木田太郎作曲のアホの坂田がイメージソングとして定着しており舞台登壇時等は恒例のお約束として出林に使用される芸名は将棋騎士の坂田三吉に由来するが将棋は苦手西川清ヘレン夫妻とは仲が良いことで有名芸人として食べられなかった頃坂田と清は吉本新喜劇で マドンナとして活動していたヘレンに養ってもらっており、彼らが結婚した後もしばらく西川家に居候していたことがある。また、夫妻の長男、西川正史誕生の際、仕事で駆けつけられなかった清に代わり父親役として立ち会った。ちなみに、夫妻とも坂田より年下であるが、芸歴は清志夫妻の方が長いので、西川夫妻は坂田のことを坂田君と呼び、 坂田は二人のことを、清さん、ヘレンさんと呼んでいる。清夫妻が生活に困窮していた際、一家心中をしようと思い詰めた清は、友達やないか、と、坂田も誘った、という笑い話がある。坂田を漫才に誘ったのも、清で、清が、安、清で、人気が出始めた頃、当時吉本新喜劇の役者だった坂田に対し、清が、漫才は儲かるで、 といったのが、漫才天候のきっかけだった。上岡隆太郎とは、同い年の芸人仲間で、上岡は、坂田のことを、とっちゃんと呼んでいた。間官平とも仲が良く、官平の子供たちは、坂田のことを、パパと呼んでいた。一緒に住んでいたこともある。大木響とは、無二ののみ友達である。ナインティナインの岡村隆史を、独身、気が弱い、女性との交流が、 苦手という共通点があることから非常に可愛がっており、ナインティナインのオールナイト日本にて、岡村が数々のエピソードを話している。岡村曰く、坂田師匠は女性とキスすらしたことない。さらに番組が岡村単独になってから、エンディングの挨拶に、は食い縛ってへこいて寝ましょうと付け加えられているが、これは坂田が岡村に言った言葉である。女性経験がなく童貞であることを、 関西ローカル番組にて、官票が暴露しており、ここから、実は、チェリーでねん、というギャグが生まれた。また、剣道小林岩草方は新喜劇の女性座員を妄想して、G 行為をすることで、コンプレックスを解消しているという。自らはホと称し、他人に軽蔑されても意に返さず、またカシやサンマなど後輩から、もう、師匠なんですから、 仕事を選んでと勇められてもアホに徹する芸が代表的。アホのキャラクターを演じ始めるようになったきっかけは、ある日の舞台で、相方、前田に、お前はアホかと振られた時に、そうやアホやと返しただけという掛け合いだったが、その時に客がドッと受け、これや、と思ったという。また、吉本によって坂田が、一番アホそうやからとして、アホキャラで売り出すことになったということもあった。 逆の多くは偶然の産物。受けようと思うて作れるものではないと語っている。しかし、アホはあくまでも芸風で、プライベートでは決して周りの人にそう呼ばせない。見知らぬ人にアホと言われると無気になって怒り、舞台でも観客にアホなどとボロカスに言われて喧嘩したこともあった。また、バカと言われると相当不機嫌になる。特に標準語のイントネーションで、 アホと言われることに非常に抵抗を感じ、新幹線で乗り合わせた乗客に、坂田、お前、アホだってなと言われ、わしは、アホと違う、アホや、と言い返そうとしたが、その相手が怖い商売のものだったため、へえ、私は、アホでございますと下手に出てしまったこともある。母親は、息子がアホと言われることにひどく抵抗があったらしく、レストランで二人で食事をしていたとき、 そこに来ていた学生に、年尾がアホと言われた際には、泣きながら止めようとしたらしい。その後、坂田は、自分の芸風に悩むことになる。アホを演じるのが嫌になって、これまでの芸風をやめようとしたこともあったが、藤山博美から、アホは、心の優しいものしかできんのやでと悟され思い直した。未だに独身である理由は本人曰く、結婚できないのではなく、結婚しないから。 理由は、子供ができた時に、アホの子と指を刺され負担になるのではないか、心配だからである。また、今田康二に広ロの娘である、藤山直美との結婚を勧められたというエピソードも、ある。2004年時点での坂田の容姿は、衆議院議員、鈴木宗男の容姿と似ていると言われ、本人も悪乗りしてよくモノマネをしていた。一時期人気は、長楽傾向にあったが、 2002年、鈴木宗夫の一連の疑惑に絡み、鈴木のそっくりさんとして、マスコミへの露出度を高めるにつれ人気が復活。本人もギャグとして大いに利用。鈴木が逮捕され437日間放置される間、鈴木にとって代わりさらに露出度を高める。その後、2005年、鈴木は衆議院議員に復活。最近では、鈴木の方が熱心に、 坂田を利用しタレント活動に力を入れるなど、お互いにもちつもたれつの良好な関係を築いている。2006年、めちゃにイけてる。の、浜口魂で、鈴木宗男のそっくりさんとして登場するはずだったが、大阪での仕事があったために、鈴木宗男のそっくりさんの代役として、鈴木宗男本人が登場した。ありがとうございます。